来た。待って、結構ちょっと待って、すごいよ。あ、待って、切れた。家に入ったんだ ね。最悪。家もでかかったんじゃない。待って、もう左手が無理。ちょっと切れましたね。渋野日向子、畑岡奈紗らと同じ今をときめく黄金世代の一人であるプロゴルファー勝みなみ。一人というのは語弊があるかもしれない。この勝みなみこそが世代で誰よりも早く世に飛び出した先駆けとも言えるからだ。高校1年生で出場した2014年の KKT 杯バンテリンレディース。当時アマチュアの勝は並み居るプロを押しのけてツアーで優勝を果たした。15歳293日での優勝は未だ破られていない女子ツアー最年少優勝記録となっている。あ、でもなんか今でもジュニアの気持ちなんで、なんかプロになった感があんまりなくて、ずっとこんな感じですよね多分。なんかあんまり変わってない気がします、自分の中では。一躍時の人になってからも大きな心境の変化はなかった。しかし勝を取り巻く環境は目まぐるしく動き始めていた。周りの方がこうやっぱすごいねみたいな感じだったので、あ、もうすごかったのかなみたいな、はい、感じですね。周囲からの期待と現実に戸惑う日々。ゴルフをすごい難しく考えすぎてたというか、こうなんか自分の満足できるゴルフっていうのがもう優勝しかないのかなって思ってたので、楽しまなきゃ意味がないのに楽しむっていうことを忘れていたなと思って。そこには絶えない笑顔の秘密と知られざる挫折があった。黄金世代の第一人者勝みなみの18。2020年2月、我々が密着するその人は熱烈な歓迎を受けている。父秀樹さんのルーツのある鹿児島県与論島、自らのイベントのために訪れた。アマチュア時代を含むツアー通算4勝。昨シーズンは賞金ランキングで10位に入るなど活躍を続ける勝。ゴルフを始めたのは8歳。ゴルフ好きの祖父の影響だった。いや、祖父がゴルフ大好きで、で、まあ、ちょっと孫とゴルフがしたいということ で一番近くにいた孫が私だったので始めたのがきっかけです。祖父に買ってもらってました。はい、でそれでやってそうやってたけど、でももうすぐなんか小学校4年生ぐらいになって、それ使ったのも2年ぐらいですか。父秀樹さんはゴルフの成長ぶりに驚いたという。僕たちが南の成長に追いつかない感じはありました。まあ、プロにしようとかそういう気持ちはなかったので、なんかこう悩みつも南がどんどんこう気持ちは固める、成績は出すでしたから、じゃあ親ももう覚悟決めないといけないのかもなっていうのを自然と娘からこうしてもらったような、そんな感じですね。はい。ちなみにプロになろうと思った小学校5年生ぐらいです。なぜわかんないんですよね。私テレビで松木さんの番組でそれこそ言ったんですよ。プロになるってもう決めてるんでみたいな感じで、はい、決めてますし、
まあ、そのために今ゴルフ頑張ってるのでみたいな、これからも頑張りますみたいな感じで言ったと思うんですけど、はい、なんか何を思ってか知らないけど、もうその言葉を言っちゃったんでプロになるしかないみたいな感じだったと思います、はい、不意に出た言葉がその後の人生にこれほどまで大きく影響するとは。未来へ一歩大きく踏み出した瞬間だった。その後は言葉通りプロへの道を順当に進んでいった。高校進学のタイミングではさまざまなゴルフ名門校から声をかけられたというが、選んだのはゴルフ部のない地元の高校だった。ゴルフ部の高校は結構そのスポーツ科みたいな、普通科だけど、まあ、スポーツをしてる人たちが集められた教室になんか入るっていうことをちょっと聞いていたので、そういうのじゃなくてやっぱりいろんな人、勉強もする人だったり、まあ、スポーツ他のスポーツをする人だったりっていうところでこう揉まれて楽しみたいなと思ったので、はい、高校生になったばかりで挑んだ KKT 杯バンテリンレディースでは、名だたるプロを押しのけ史上最年少記録での優勝という快挙を成し遂げた。なんか私の感覚ではこう普通のジュニアの試合で優勝するような感覚だったので、なんかプロの試合で優勝してこうすごいうわーってなるような心境ではなかったです。その時って、まあ、プロにはならなかったじゃないですか、はい、あでも正しくはなれなかったですね。今はプロの試合で優勝してこうプロ宣言したら LPGA のちゃんとしたプロになれるんですけど、私の時はなれなくって、ただ TPD 登録っていう単年登録みたいなのしかできなかったので、まあ、それを15歳の時にもししてしまってその年にシード権取れなければ何の試合にも出れなかったので、そういうリスクを考えたりとか、まあ、あとアマチュアの時ってやっぱ日本っていう名前のつく大会で優勝したいっていう気持ちが一番強かったので、結果としてはこう2つとも取れて、はい、世界アマにも出たかったの で世界アマにも出れたっていうのがもう自分の中でのアマチュアの中ではこう一番目標にしたことだったので、そこは達成できたし、すごいあの経験も自分に生きてるなっていうふうに思うので、後悔は全然してないです。しかしすぐにプロの世界へ飛び込まなかったことで苦労したこともあった。もう私はそんなにお金のことは分からないので、もう普通にゴルフやってるだけなんですけど、母が結構お金のことは心配してて、まあ、祖父に借金してお金借りて行ってたりとかっていうのはありましたね、はい、車とかで移動してる時とかもお母さんが疲れてるなと感じました。やっぱキャディーもお願いしてやってたので、全部身の回りのこととかも全部一人でやってたので、やっぱり大変だと思いますね、はい、苦労を乗り越え2017年プロテストでは一発合格。プロ2戦目となったステップアップツアー山陰合同銀行リオカードレディースではいきなりの優勝。その後の活躍は説明するまでもないが、その裏にはやはり家族の支えがあった。まあゴルフでうまくいかないこととかもたくさんあって、で、まあ、辛い時もあったんですけど、まあ、その時にこう何ももうこうなんて言うんだろう、どうしたのとかそういう言葉をかける感じでもなく、こう自然にこうそばで支えてくれたっていうのが一番ありがたかったなっていうふうに思うし、まあ、今でもやっぱりそういう時もあるので。中学までは一緒に暮らしてたけど、高校からずっと離れてたからあんまり話す機会もないし、で私今東京にいるし父は鹿児島で働いてるからもう全然会わないし、反抗期みたいな、お父さんに対してちょっと嫌だみたいな、あなんか高校の時に離れてたからそれはなかったかも。今でも一緒に買い物に行くほど仲が良いかつ親子だが、ゴルフのことで衝突する時期もあった。
ゴルフして飲んで小学校5年生かな、九州大会とかでは上位に行くけど全国大会で全然うまくいかなくて、で練習とかもやっぱりそのイライラが出てしまっていて、で父とかに怒られて、母にもこう 今はちょっと違うんじゃないみたいな、これは違うんじゃないみたいな感じで言われて、でもそんな、なんか生半可な気持ちでやるんだったらやめろみたいな言われたことがあって、はい、それを言われた時になんかちょっとカッときちゃって、荷物なんか白いバッグに泣きながら荷物というか着替えを4泊ぐらい分入れて出て行ったことあります。え、最終的に どうなったんですか。あ、いや、で出て行って道歩いてる時に止められて帰りましたけど、はい、両親がいての私が本当に言うなっていうふうに思います。次回の18は勝みなみ第2話食レポ食レポじゃあ今日はここにやってまいりました。いいですね、いいですか、お願いします。等身大の彼女がそこにいた。世界一愛されるプロゴルファーになるっていうのが最終的なゴルフの目標なので、一昨年かな、やっぱ調子悪くなってずっと低迷してて、優勝したくても優勝できなくてすごい苦しかったですね。ゴルフのこともあんま喋んないし、嬉しかったです素直に。あ、なかったっていうのは嘘ですけど、嘘になりますけど、その人と結婚したり付き合うことでゴルフも良くなってるんだったらいいですけど、出る試合は全部勝つつもりで、はい、もう臨みたいなというふうに思っているので。